全国各地のビッグモーターで店舗の前の街路樹などが枯れている問題で浜松市はすでに閉店している市内の3店舗についてビッグモーターに社内調査を依頼したと明らかにしましたこの問題は全国各地のビッグモーターの店舗前の街路樹などが不自然に枯れ除草剤などの使用が疑われているものです 昨日開かれた定例会見で中野雄介浜松市長はすでに閉店している市内の3店舗についてビッグモーターに社内調査を行うよう依頼したと明らかにしましたこれらの店舗については過去の点検で店の前の街路樹がオープンした時よりも枯れていて 倒木の恐れがあったため市が伐採したということですまた市が伐採した記録がないにもかかわらずオープン時より街路樹が減っている店舗もありました市は街路樹に除草剤を使用したかどうかなど調査を進めるようビッグモーター側に求めています